英雄の力に限界はありません。壁にぶつかった時は私がお手伝いします。時間の過去があらんことを。ここは…バネッサ。ん？ほう。バネッサ。え？そんな。バネッサ。ほう。エスパーだ。これを。うわっ！
バネッサ。バネッサ。サンディ、はあ、バネッサ。なあ。バネッサ。バネッサ。
バネッサ。本当に？え？あの。ありがとう。バネッサ。あの。大丈夫よ。ありがとう。バネッサ。大丈夫よ。
バネッサ。ここはどこにも属さない虚無の空間、エゴニクス。流れた時間と全ての次元の軌跡が記録される場所。記録が見たいの？じゃあ、またね。次元の扉が閉じたよ。今回はいつもより大変だった気がするわ。君が余計なことをするからだよ。そうかな。さあ、早速時の結晶を吸収しよう。ふう、わかった。では、始めるよ。これで
あとは時の結晶に術式を組み込めば終わりか。気がついたの？まだ話すことはできないようだね。誰に言ってるんだろう。そうだ、まずは名前をつけてあげないとね。何がいいかな。よし、君の名前は。これはある程度力が戻ったみたいだ。すごい。これが砂の部屋の本来の姿？まだ本来の姿ではないよ。でもある程度は元の姿に戻ったと言っても良さそうだ。時の結晶を集め続ければ完全に元通りになるの？おそらくね。光よ。ルディ、何をしてるの？あなたでしたか、バネッサ。お祈りしていたの？祈りを捧げることは団長の大事な任務の一つです。光の座につく者は騎士団長を務めながら女神の意志にも奉じなければなりません。騎士団の皆にもこのことを忘れないでほしいですね。新人はとても重要な徳の一つです。バネッサ、あなたも一緒に祈りを捧げましょう。そうすれば私の言うことを理解できるはずです。そうかな。祈りの話で思い出しましたが、クリスは祈ることを妙に嫌っていました。おそらく精神よりも肉体の鍛錬の方が好みだからなのでしょうね。どうかな。肉体鍛錬といえば下級騎士だった頃を思い出しますね。あの頃も性格のせいでいろいろなことがありました。どんなことがあったのか知りたくはありませんか？次回のセブンナイツは慰霊祭。どうかしましたか、バネッサ。後でまた来るね。もう次元の扉を開くの？うん。時の結晶の回収も大事だけど、少しくらいは休んでいいのよ。問題ないよ。心配してくれてありがとう。そう。本当に大丈夫？ちょっと待って、私が開いてあげる。ディー？バネッサ、どうしたの？無理してはダメよ。あなたの目的を忘れないでね。うん、ありがとう。サンディ、言いたいことは分かってるよ。かすかに感じられるのは事実だけど、心配するほどではないよ。そう。
ないもの以外なら何でもあるよ。欲しいものがあれば仕入れるし。ただし代価はきちんといただくよ。行くのかい？また来てね。また知らない場所に来ちゃったわね。ここはエースに出会った場所に似てる気がする。同じアイサ大陸みたいね。でも多分ここは内陸部だわ。そういえば不吉な気配が漂っているよ。気のせいだといいけど深淵の力を感じるよ。この前のこと忘れてないよね、バネッサ。大丈夫大丈夫、問題ないわ。少し油断しただけよ。慎重に行動してね、バネッサ。大丈夫だって。テラ王国でも結果的には良かったでしょ。だからサンディも少しは私の言うことを聞いて。ふう、分かったよ。だけど前回のように無理してまで魔力を使ってはいけないからね。広い場所だね。偉い人が住んでるのかな。今回も苦労しそうな予感がするよ。心配しなくていいわ。ちゃんと身を隠して慎重に行動するから。そうやってこの前も。サンディって意外と器が小さいのね。過ぎたことはもう忘れて。そこに誰かいるのか。こうなると思ったよ。いや、これは私じゃ。ひとまずここから離れよう。
え？はあ！ダメ。変わらない。とか負けたみたいね。安心してる暇はないよ。早く対策を立てるべきだよ。そうね。来た途端にこんな目に遭うなんて、もう。騒ぎを起こしたのはお前か。うん。気配を感じられなかった。王宮に何の用だ。それは、やるべきことがあって。余計なことはしない方がいい。王宮は子供の遊び場ではない。ついてこい。おとなしく言うことに従えば、手荒なことはしない。それはできないわ。それは残念だな。あなたの思う通りにはならないわ。できるものならやってみろ。救う。
熟だな。終わりにしよう。自身の力不足を認め、引くことができるのもまた実力だ。体のあちこちが痛い。力も入らないし。誰かいるか？はい。この者を監獄に閉じ込めるように。そんな捕まるわけには。おとなしくしろ。尋問は俺がやる。あの不吉な気配は侵入者のものだったのか。いや、しかしそれにしては。本当に監獄だわ。目が覚めたようだな。あなた、ここから出して。王宮に忍び込んだ者をそう簡単に解放するわけにはいかない。王宮にはどうやって入ってきた？魔術を使って、なんとか？なんとかか。目的は？あ、王宮の中を見てみたくて。それを、俺に信じろと。私は魔術師なの。魔力の流れに身を委ねただけよ。魔術？アスタから来たものか。何が狙いだ？それは言えない。言えない？ここはアイサの王宮だ。ここで命を落としてもいいのか？それでも言えないわ。理由も目的も話せない。王宮を調べたいと。それはあなたたちには必要のないものだわ。我々には必要のない。王宮で何かを探しているのか？それは言えないわ。そうか。それが何であれ決めるのは俺ではない。我々に必要なものかどうかも、侵入者の処分についてもな。ちょっと待って、行っちゃった。
このままじっとしてるわけにはいかないわ。バネッサ、何を考えてるのかわからないけど、まずはあの男を。いつまでも待ってろって言うの？じゃあ脱獄でもするつもり？脱獄は五感が良くないわ。悪いことをしていないのに捕まったから出ていくってだけよ。それを世の中では脱獄って言うんだよ、バネッサ。まずはあの男が帰ってくるのを待とうよ。いつもと違うわね、サンディ。私たちは次元に干渉せずに時の結晶を探さなければならないんでしょ。そのためにはここから出なければならないわ。さっきの男、僕たちに害を及ぼすようには見えないよ。戻ってくるかどうかわからないし、私たちを釈放してくれるという保証はどこにもないわ。おそらく彼は僕たちをここから出してくれるつもりだよ。そんなことありえないわ。私は出ていくから。はあ。リン。いらっしゃい、カルマ。報告がある。何でしょう？おかしな侵入者が現れた。おかしな侵入者？アストの魔術師だと思われる女性だ。何かを探すために王宮を調べていたようだ。アスド、嫌な予感がしますね。この王宮に魔術師が興味を示しそうなものがあるとすれば。俺もそう思って警戒していたのだが、害をなすものではないようだ。なるほど、あなたが言うのならそうなのでしょう。しかしそうなると王宮でまた何かが起こるということでしょうか？わからない。リン、最近王宮に新たな気配が漂っている。不吉な気配と言っていましたよね。最初はこの魔術師の仕業ではないかと疑ったが、彼女は不吉な気配を漂わせる人物ではない。闇の力は感じるが、もしかしたら魔術師が探しているものが王宮に漂っている不吉な気配を消すのに役立つかもしれない。カルマはその魔術師に王宮を調べさせたいのですか？俺がそばで監視しよう。わかりました。カルマがそこまで言うからにはその価値があるのでしょう。悪いな。そんなことありません。ただその前に魔術師に一度会ってみたいですね。ならば案内しよう。